万引き犯は誰？万引き犯か。誰だろう。これまあレジ行ってるから上の人は違うよね。これ多分車持ってるからさ、この子。あれ違うの？あれ商品を持ってきちゃったとかそういう感じじゃないんだ。え、違うの？なんだろう。あ、右下の人時計屋さんでめっちゃ時計つけてるからさ、これ万引きしたんじゃないの？万引きしたんじゃないの？両手に腕時計をつける人などいません。さりげなく時計を盗もうとしているのですってね。まだ未遂で終わってよかったね。なんていうか、うん、罪を犯す前でよかった。